さっきはテンション上がりすぎちゃって。もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな。さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって帰化聖夜の巡礼は本当に大事なんだよ。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんなナタを守る強者になることに憧れてる。これは別に自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか。聖火競技場で帰化聖夜の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば考えも改まるかも。私たちの文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば児玉の子の集落から出られる。それから最後のスポット、七天神像もあそこにあるよ。さあ、行こう。元素力を得られなかったよな。一体なんでなんだろうな。え、七天神像から元素力を手に入れるの？ああ、カチーナにお前の凄さを見せてやれるチャンスだと思ったのにな。不思議だよな。ナタってそういう特殊な土地なのか？残念だったね。期待させちゃってごめんな、カチーナ。ううん、気にしないで。それよりも前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。ちょっと見せてくれないかな。できればでいいから。ダメ？お前の腕を見せてやれ。別の元素力を使える人なんて聞いたことないよ。私も試してみる。ダメだ、やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたらきっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ？
ククリュウっていうの。高い空をとっても早く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。トワリンに出会ったんだよな。いつの間にかこんなに遠くまで来ちゃったぜ。そういえばこれからは長い道のりになると思うからこれをあげるよ。キラキラしてて宝石みたいでしょ。ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも待つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろこまごましたものを持ってきたからきっと役に立つと思うよ。結構歩いたね。ちょっと休もうか。おう、ここに来る途中不思議なものをいっぱい見てきたからか、なんだかお腹が空いてきたぜ。キャンディーは食べ終わっちゃった？他のものもいろいろあるよ。パン、飲み物、焼きリンゴ、それからご飯物も。おお、まるで歩く食堂だな。いろいろ持ち歩くのが好きなんだ。ママもいつも備えあれば憂いなしって言ってるしね。役立つ機会はあんまりないんだけど。今回はちゃんと役に立ったね。あれ、どうしたの？何か悩み事？おお、確かに変だよな。もしかして何かの兆候とかか？もしかしてだけど、ナタのエンジンが他の神と違うのが原因だったりしないかな。どういうことだ？他の国の神は魔人っていうとっても長生きな強い生物だって聞いたから。そうだぞ、ナタはそうじゃないのか？違うよ、ナタのエンジンは変人になる前はみんな普通の人間だったの。人間が神になったのかよ。そんなことができるのか？お前も不思議だって思うよな。これって珍しいことなの？ナタではずっとこうだったからそういうものかなって思ってたけど。なんていうか、今までの旅で知ってきたこととはちょっと違うな。人間が神になるっていうのはそう簡単にできることじゃないと思うぞ。具体的にどうなってるのかは私も知らないんだよね。もしかしたらエンジンだけが知ってるのかも。私が言えるのは、たとえエンジンになっても年は取るし休息も必要ってことだけかな。七天神像の姿が今の変人と似てるのはただの偶然だと思うよ。変人になった人はあまりにも多いからね。変人も帰化聖夜の巡礼で選ばれるの。自分の力を証明できれば誰だって変人になれるんだよ。勝負だけで決まるのか？私たちにとって戦闘は一番多くの要素を試せるものなの。だから一番納得できる方法なんだ。今のエンジンは圧勝したんだよ。みんなの予想通りにね。今年はともかく部族のお年寄りまでこんなに強いエンジンは見たことがないって言ってた。でもバカルおじさんも言ってたけど、今日の限界は明日の目標になる。だから未来のエンジンはきっとどんどん強くなっていくんだろうね。人間が神になることはさておき、今のエンジンが強いっていうのはオイラたちにとっていいことなのか悪いことなのかわからないぞ。
稲妻で起きたことを考えると、心配しないで。エンジン様はとても優しくて親切な人だから、きっと気にかけてくれるはずだよ。そうだな、向こうが何もしてこなくてこっちも何もしない限りは。もうすぐエンジン様に会えるから気をもまないで。そうだな。さて、休んでだいぶ回復してきたぞ。あ、あれって、ああ、あれは念鎖刻印碑っていうの。中に念鎖を入れればいいことが起こるよ。え、念鎖はナタ人だけが扱える力だけど。念鎖刻印碑に引き寄せられてきたの。ポカポカでしょ。人懐っこい竜だったのか。うん、何頭かいる中でもトトは一番親切で優しい子なんだよ。この子は毎日ここをぐるぐる回ってるよ。外から来た人にたくましい体を自慢して顔を覚えてもらおうとしてるみたい。うえ、しゃがんでるぞ。何をやろうとしてるんだ。乗れって言ってるみたい。送ってくれるらしいよ。本当に乗るのか。おいら、やっぱりちょっと怖いぞ。こいつめちゃくちゃでかいし。あ、そうか。オイラは隣で浮いてればいいんだから、乗らなくていいんだな。最高の観光ができそうだぜ。高いところは見晴らしが最高だよ。トトとは友達なのか。うん、小さいからパパとママと聖火競技場でフルーツをたくさん買ったんだけどね。帰り道、フルーツを積んだ台車がひっくり返っちゃったの。その頃のトトは今の半分の大きさもなかったけど、近づいてくるのを見て大好きなラズベリーと夕暮れの実を食べられちゃうんじゃないかって思って泣いちゃった。でもね、トトはフルーツを一つも食べなかった。それどころかフルーツを奪おうとする他の竜たちを追い払ってくれたんだよ。それからその大きな頭でドーンって台車を元に戻してくれたんだ。それ以来よくフルーツを持ってきてトトにあげるようになったの。トトって名前も私がつけたんだよ。たくさん食べるし成長も早いから、いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あ、見て、あそこが目的地の聖火競技場だよ。ここまででいいよ。送ってくれてありがとう、トト。
この先の道は歩きやすいから私たちだけで行こう。トトが大変になっちゃうからね。そっか、こいつはでかいもんな。